400ヤードのミドルホールに来ました。結構風が強いので低いボールで抑えた球が打ちたいと思いますね。はい、お願いします。行ってみたいと思います。風結構向かい風きついです。神田まさき、手前行くか。普通はサンドウェッジとかですけど、ダルキプロはどう攻めますかね。やっぱり転がしですね。職人ですね、彼は。なんか言ってますけど、でも悪くないと思います。350のミドルホールですね。左に池があります。池越えのルートを選ぶか、フェアウェイに向かってまっすぐ打つかをきちんと自分で選択して打たないと、ちょっといい結果が出なさそうなホールですね。僕はカート道の上狙っていきたいと思います。ドローしていったね。楽楽です ね、 ね。ナイスボール。ハート道より左行きましたけど。ボールが少しデポットの後に入ってます。しっかり捉えて打ちたいと思います。ピッチングウェッジです。オーバーですね。ちょっとオーバーしました。最初はライディングアプローチでいきたいと思います。7番アイアンです。はい、絶妙ですね。ナイスアプローチでした。はい、ありがとうございます。先どうぞ。ナイスボール。フェアウェイキープ、はい、ちょっともう頑張りきれなくなってきますね。はい、じゃあセカンドショット8番アイアンでちょっと軽く楽にスイングしたいと思います。
番やん。では6番アイアンでランニングアプローチしてきます。うまいですね、ナイスアプローチ。入れ、ナイスパー、素晴らしい。6番コロコロから、ありがとうございます。